あなたに会わせたい人がいます。ロックはかかっていません。そこのボタンを押して。クリス、なんで米軍がアマデウスを。そんなに見つめられたら、マユシ恥ずかしいんだけど。なあ、マユリ、ここって秋葉原だよな。ん？違うのか。秋葉原だよ。今日って何日だっけ。21日。ゴリバチョフ知ってるか。ゴリバチョフ？どこかで聞いたことがあるような。ペレストロイカっしょ、恐ろしや。あ、でもゴリビーってソ連時代だっけ。やっぱロシアといえばプーシンっしょ。目の前で睨まれたらションベンちびる自信あるね。プーシンさんなら知ってるよ。ロシアの大統領さんだよね。実はワンコが好きなんだよ。秋竹を飼ってるんだって、ニュースでやってた。大統領。あ、そう、そうだ、大統領だ。うん？
寒い。クリスマスパーティーか。ああ、そういえば飾り付け放置したままだっけ。いい加減外さないとな。パーティーの時にオカリンとフブキシが倒れたっしょ。それでバタバタしちゃってちゃんと片付けできてないんだよね。俺と中瀬さんが倒れた。そういえば中瀬さんの具合はどうなのかなって思ってな。ふぶきちゃんまだ入院してるんだ。入院？もう1ヶ月近く経ってるのにか。本人は大丈夫だって言ってるんだけど、ちっとも退院させてもらえないんだって。これの疑いが晴れないらしいね。新型脳炎。一度病院で見てもらった方がいいんじゃないかな。あの時のオカリン、ふぶきちゃんよりもっと具合悪そうだったよ。ああ、考えておくよ。まるでリーディングシュタイナーみたいじゃないか。
随分とリアルな夢を見たりするとか。ひどい時には白昼夢というのかな。現実と夢の区別がつかなくなることもあると聞いた。中瀬君と非常によく似た白昼夢を見る人たちがいる。しかも一人や二人じゃない。加減にしてよ。いつになったら退院できるの？ですから必要な検査と治療を行った後にですね。治療なんて何にもしてないじゃない。しかもちょっとした検査のはずが、なんで1ヶ月も出られないの？仕事はどうしてくれるの？落ち着いてください。この病気は未知の部分が多く、十分な検査を行って慎重に治療をしませんと危険なのです。嘘。テレビじゃそんなに大変な病気じゃないから安心しろみたいに言ってたわよ。ですからそれは適切な検査と治療を行うことが前提です。先ほども突然のめまいを起こしたと看護師からの報告が来ています。あれは夕飯が遅いからお腹が空いて貧血になっただけよ。私は元気なの。さっさと退院させて。びっくりしたわ。ふぶきちゃんは大丈夫かな？